木武記者日記木武記者は、江戸時代の国学者、平田厚種が営んだ、書斎剣士塾。文化元年創設。厚種、鉄種、延べ種の平田三代にわたる、国学塾で、明治時代まで続いた。当初は、江戸の湯島天満宮男坂下で営まれていたが、鉄種が、久保田藩に取り立てられ、佐竹氏の家臣となってからは、鳥越の同藩仲屋敷に移った。 平田厚種が、木吹者の号を用い始めたのは、文化十三年であり、それ以前は、マ賀の矢の号を用いていた。本校では、初期の厚種塾についても説明する。平田厚種肖像では国久保田藩生まれの厚種が、国元を出本したのが完成七年、江戸に出て五代目、市川團十郎の下僕や引けしなど苦学しながら、当時の最新の学問、西洋の医学、 地理学、天文学を学んだ。厚つが、元折ノ長の業績に接したのは、今日は3年のことである。妻の綾瀬が求めてきた、ノ長の本を読んで国学を志すようになり、夢の中でノ長より入門を許可されたとしており、ノ長没後の門人を辞書。これは、時代の流行語となった。木武記者の前身であるマ賀の矢が開かれたのは、文化元年。 高額の人であれば身分を問わず誰に対しても門戸が開かれていた。文化元年から明治9年までの平田塾の門人数は約4200名に上ったことが知られている。その半数以上が豪農や地方村落の新官であり、同時期に活動していた元織多兵や元織春庭の塾と比較しても一段と庶民性を濃くしており、平田国学が 総毛の国学と称される由縁を示している。地理的には、ゲヤ国、上野国、武蔵国、下兎国、出羽国、越後国、信濃国、美野国、大美国などが多く、中でも信濃国が六百三十名と最も多く、とりわけ、稲田には三百八十六名を数えた。このように、平田塾が、階層的にも、地理的にも広い範囲からの門人を集めた理由の、 一つとしては、平田国学が近代を迎えようとする在方レベルでの新しい知識欲に応えうる内容を有していたからだと考えられる。すなわち、その国学には、たとえ通俗化した形ではあっても、洋学からの新知識や、世界の知識や地理、指導説に基づく、宇宙論、分子論を取り込んだ霊魂論、また、復古神道の論理的帰結であり、 身分性の解体を気求する、お国の御民論など、当時、対等しつつあり、また、地方の課題に向き合うことを余儀なくされた在方の、合同層には新鮮で有用な知見が多く含まれて、いたのである。こうした、庶民性は、厚種の抗議法にも現れていた。マスガノや時代の厚種の雑記帳が残っており、そこには、多くの川柳が書き留められている。 厚種が川柳を交えて受講者の笑いを取りつつ、講義を行ったと考えられる。なお、初期の厚種塾では入門の際の即集金は金百匹から2種、他に豪石区の檻には集議金を集めることとされていた。当初、木吹記者は江戸の武士や町人らの入門者によって指示、講演されていたが、厚種は自らの学問を広めるべく、 文化十三年と文政二年の二度にわたり、数佐、下佐を有歴し、公尺も行って、精力的に門人獲得を行った。こうして得られた門人は名主、神職、豪商、豪能など、その多くが村落指導者層で、後に厚種の著作物を観光する費用の助成者となった。天保期に入ると、暴走の門人の中から大原遊学の、 尊落復興運動に関係する者も現れた。儒教攻撃、尊能の古水で、江戸幕府から寄付された厚種は、天保12年に、著述差し止め、江戸追放の処分を受け、郷里久保田の地で没するが、江戸の木武記者はそのまま無雇用死の平田鉄種に、引き継がれた。鉄種は、塾の経営を堅実に維持しながらも、入門者をすべて、厚種没後の門人として扱い、 学者として自ら一家をなそうとはしなかった。一般の塾では、習字の教科書とされていた、千字文に代わって、木武記者では、古学二千文が使用されていた。古学二千文は、壁川交渉と並んで、厚種に大皇帝の一人であった、上野国立林藩出身の幾田万によるもので、そこでは古代が薄税関係の理想社会として描かれている。なお、 幾多万は、天保八年、天保大基金に際し、越後柏崎において拒兵して廃止した。正月に、八回、十二月に農会を開催したのは、他の塾と同じであるが、平田国学塾では、九月に、元織のり長の玉祭りが行われた。代々木の平田神社に伝えられているのり長の画像は、この玉祭りの際に使用されたと考えられる。木吹社歌集木吹社は、 塾教育と連動しながら、極めて多したような出版物を刊行していた。厚谷自身、歌人でもあり、下作者としての一面も持ち合わせていた。また、木吹社内部の事情を伝える、木吹社日記の存在によって、出版物が何年に刊行したのか、何部販売されたかも、具体的にすべて判明しており、これは、金星後期から、 明治初年にかけての出版事情を示すものとしては、他に類例の内向資料となっている。そうした中で、門人による農書が多数出版されていたことが注目される。下宇佐の宮尾貞夫の農業用従、摂津の小西安義の農業用は、芸屋の田村二在衛門の農業自得などがそれである。平田塾の総合性は、 崩壊に直面する農村の自力構成へ向けた必死の努力に具体的に応えようとするものだった。一方、木武記者は特定の書籍をあえて刊行せず、写本としてのみ少量を流通させるということを行っていた。儒学が公式の幕府教学であり、寺受け制度によって仏教が事実上の国教であった。当時にあっては、この問題には最新の配慮が必要とされていたので、 あり、実際、厚種の仏教排撃論である、出場笑い後などは、観光を規制していた。なお、木武記者の出版物は、鹿版であり、判権は本屋にはなく木武記者にあった。その販売には、特定の書士が売り広め書として、割引を獲得して、不特定多数の人々に販売する。この場合、木武記者が止め版を保持し、残りの判理を書士に預けるということもあった。 書士からの注文に応じ、その度ごとに数冊ずつ渡して販売してもらう。厚種が当該地方の代表となるような門人にまとめて渡し、その土地の人々に購入してもらう。鉄種が地方巡遊の際に門人らに購入してもらう。などの方法があった。また、版下の製作、彫刻、構成ずり掘り直し、製本という一連の過程は、 それぞれが別の職人に依頼するという形をとっていた。このことによって比較的自由な出版活動が可能であった。製造と販売の過程が分かれ、販売方法も多様だったことで増刷も容易であり、状況によって臨機応変に対応できる方法をとっていたのである。天保12年の著述差し止め後、厚種が射面されたのは、 厚種死後の開園2年12月28日、徳川家成七回帰の時であった。これにより、厚種の著作が晴れてこうに観光可能となったが、内々にはわずかながら観光しており、これは常実の通り、それぞれが職人に発注する仕組みであったために幕府としても取り締まりが難しかったものと考えられる。その際、観光物の中には、 差し止め以前の天皇の年号を濃くしたものも見られる。平田厚種は、鎖国下の日本でロシア語辞書を編纂するなど、対外的な危機の中で西洋に対する日本のあるべき姿を追求した。しかし、効下、開洋の時期になると、仏教のふるさと、インドが、イギリスの植民地となっていること、儒教のふるさとである中国は、 アヘン戦争で大敗したことが知られるようになり、さらに日本では黒船来航によって社会が騒然とする中、従来の将軍大名、藩主家臣、家臣、奉公人といった封建的主従関係よりも天皇、朝廷を軸とした国家的まとまりの方が関与で、あると得平田国学の基本的な考え方は各地の武士層によって強い関心を持って迎えられた。その結果、 武士からの入門者が急増する一方、その中から、尊皇上位運動の一翼を担う人物が現れるなど学塾の政治家が急速に進んだ。文久元年頃から、木武記者への入門数、木武記者観光書籍の発行部数が急増している。また、明治維新の功労者である、西郷隆盛も、再三、江戸の木武記者を訪れている。木武記者は、このような状況の中で、 全国の政治情報がおのずと入ってくるセンターとなっていった。久保田藩の江戸上府市となった平田鉄種は、門人たちに対し平田国学の修行指南を親しく行い、基本的な文献を貸してやったり、時には食事を教するなど、今節丁寧に接する一方、超人的なまでに頻繁に門人たちと通信して連絡を取り合っており、このことは逆に、鉄種らに、 様々な政治情報をもたらした。鉄種は、岐阜、厚種の驚愕を広く、全国に押し広げようという、並々ならぬ熱意を持っていたと同時に卓越した、組織能力を発揮した。久保田藩は、これに着目し、鉄種、延べ種不死に、江戸、京都の情報探索を命じており、その情報収集活動は一層聖地なものに、変わっていった。 薩摩藩の増光久之助が平田鉄種に当てた書簡が示しているように大半の藩士であり、清川八郎ら江戸の急進的な尊王上位派とも深い関係を持っていた増光であっても文久元年にラザフォードオールコックラが襲撃された東善寺事件の情報については木部記者に求めざるを得なかったのである。こうした中、厚種の着尊平田信種が 平田国学者の政治的理論的指導者として成長を遂げている。明治維新後、新政府は文明開化を標榜し、近代化政策を急速に推し進めていくが、この時、平田国学者たちの多くは、主旧元面の都として中央政界を追われた。木吹記者の活動も明治9年に終焉を遂げた。木武記者内部の記録として、 文化元年から明治9年まで切れ目なく残存しており、特に観光物に関しては、出版年、出版部数の完全記録となっており、近世出版事情を知る貴重な資料となっている。以下に収載されている。ありがとうございます。